This is Yumino 20. Is your case you good? Because I want to know. 皆さん、こんにちは。ユミネムです。Beer, beer, beer. Drink Upper さんからビールが届きました。早速開封していきましょう。Wow! Look at this! すごい！ティッシュついてる。すごい。見てください。チョコレートミルク、チョコレートオレンジエール、チェリーブラストサワー、チョコミントもある。すごっ。あ、スーパーフラックスは結構有名ですよね。行ったことないですけど、ここブルワリー。これはゲットダウンし、ひな。あー、これストラスコーナビールっていうのかな。ここのブルワリー行ったことないんですけど、ここヘイスティングストリートっていうところにあるブルワリーで、私ここ毎日バスで通ってたんですよ。通勤のところ時に通ってて、あ、ここにブルワリーあるんだ、いつか行ってみたいなと思って一回も行けなかったビールが今ここにあるってすごくないですか。え、すごっ。カナダのクラフトビールって結構カラフルなパッケージが印象的なんですよ。パケ買いするっていうね。あ、これこれね、気になってたんですよ。よくリカーストアに行ってこのパッケージを見かけました。結構高くて買えなかったです。結構高かったです。あー、これも見たことある。かわいい。飲んだことないけど、すごいね。これ全部カナダから直接輸入してるらしくて、本当にこうちょっと日本語で商品なんて言うんだろう、なんかシール貼ってあるっていう感じで、わー、すごい、ありがとうございます。でカナダのこのビールが手に入るなんてまさか思わなかった。まさかさ、まさかですよね。このカナダといってもバンクーバーのビールですよね。まさか日本で飲めるなんて思いませんでした。 Brewed and canned at なんとかかんとか Burn and Drive Vancouver BC。カナダ、バンクーバーで作られて、バンクーバーで缶詰されたビールって書かれてます。バンクーバー、皆さん、カナダバンクーバーのクラフトビールが飲みたいと思ったら日本で手に入るんですよっていうことです。私もびっくりしました。知りませんでした。本当に一度飲んでみてほしいので、バンクーバーのビール、下にリンク貼っておきます。そこで、オンラインショップで購入することができるので、ぜひぜひ。ちょっと、キーホルダーを作ってます。かわいい。はい、前回のビデオで仕事決まりましたって言って、でその後、仕事を始めたら革細工やらなくなるんですかって聞かれましたけど、革細工もやります、もちろん。でまた東京でお店出したらいいなって思うし、こんな感じで一生やり続けますよ、私は革細工を。記念すべき1本目を飲みたいと思います。ちょうど今日で、バンクーバーから日本に帰ってきて2ヶ月が経ちました。だね、ちょっと今日はそんな思い出とかを語りながら飲んでいきましょう。でこちらのビールはスーパーフラックスの、まあ、バンクーバーで作られたビールですね。イージータイガーというビール。おお、久しぶり、バンクーバーのビール。おしゃれにグラスに、お、ペールエールなのにこんなに黄色い。これはタイガーだ。ごめんなさい、ちょっと写真撮る、写真。それでは乾杯。もう超フルーティー。おお、あー、美味しい。これはね、もうほんとバンクーバーのビールですわ。ちょっとなんかパイナップルっぽいぞ。多分パイナップル入ってないと思うけど、本当に美味しい。で結構炭酸も強いからグッてくるんだけど、喉越し最高。喉越しは強くないって感じ。ごくごく飲んじゃうね、これ最高。ということで、まあ、この2ヶ月
アップデートとしまして、どんなことしてたかというと、はい、最初はねちょっと慣れるのにやっぱちょっと時間がかかったかなって感じですね、うん、新しい人間関係とかを作っていくじゃないですか、これから。そんな時に今まであったバンクーバー このファミリーっていう居心地の良さっていうのが全くなくなって、新しい人間関係を作っていく、まあ、緊張感だったりそんなこともあり、まあ、最初の1ヶ月は緊張していましたね。あと仕事も見つけなきゃいけないって思いながらも、まあ、でも自分のペースでやろうって思ったりとか、はい、あと、まあ、浜松なので車がないと移動大変だなって思って、あーって思って、はい、いたんですけど、まあ、2月に入ってから物事がトン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 拍子で、本当にまず仕事の面接をまあ2つぐらいやって、でそう1つの方で決まって、3月から入社なんですけど、うん、あとは車も買ったり軽の中古車買ったんですけど、はい、もうなんか全てがトントン拍子で綺麗に前に進んでるなっていう感じだから、こうやって1回、まあ、2ヶ月経ちましたって言って、ちょっと振り返って、落ち着いて振り返ってみる時間があるといいかなって思いましたね今、うん、もうそしてさ、もう私何が一番幸せかってさ、日本にいながらにしてバンクーバーのビールが飲めるっていうことですよ。もうここはバンクーバーだもん。目を閉じてごらん、目を閉じて、あの部屋、1年半住んだ部屋にいるっていうことを想像するのね今。それで飲むの。あ、ちょっとどこどこどこ、もうここはバンクーバーだもん、はい、見てこの注いだ時にもう白い濁り、ジュースみたいだよね、うん、緊急事態宣言もちらほら解除されたりとかしていますけども、まあすぐに海外に行けるっていうわけじゃないし、カナダに行きたいって思っても、まあ今は国境封鎖されてるからまだ行けないじゃないですか。そんな中でこの日本にいながらにしてバンクーバーを味わえるってすごい時代ですよね。で、あの個人的にお酒を送ることができないんですよ、うん、例えばバンクーバーにいる友達に日本の朝日ビールを送ろうとしても送れないんですよ。法律で禁止されてて、タバコとお酒とかダメなんですよね、はい、なのでこういう業者さんがあるってすごい嬉しいなって思うよね。あ、マジで幸せ、本当にありがとう。私ビール好きでよかった。ビール好きをバンクーバー、ビール好きを公表しててよかった。今年に入って時代が変わったって皆さんご存知ですか？今までは250年間土の時代、地の時代とかって言って、あの250年間ずっと地の時代って言われてたんですよ、まあ、こうどういう話かっていうと、あの宇宙の話なのかな、あの星の動きで今はどんな時代どんな時代とかってあって、それで250年間は同じ時代だったのね。地の時代ってどういうことかっていうと、あの物質世界っていうんですかね、例えば本当に昭和の時代を皆さん思い出していただいたら分かるかもしれないけど、例えば昭和だったら学歴、平成もそうかな、うん、学歴が高ければ高いほど素晴らしい人間、あとは物質だから車、いい車乗ってたら素敵な人、あ稼ぎあるんだなすごい人、うん、仕事してる、いい仕事してる、企業に勤めてるイコール素晴らしい人とか、いい時計つけてる、あこの人すごい人とか、いい靴履いてるすごい人、いいお家に住んでるすごい人とか、そういうなんか自分が身につけているもの、車とか家とか、そういうものでジャッジされていたし、自分も人をジャッジしていたっていう時代だったんですね今までは。それが変わっちゃったんですよ今年に入って、2020年から変わっちゃって、でこっからまた250年間新しい時代が始まっていくんですよ。この時代は風の時代といって、あの
まあ、私も詳しくは語れないので、私のお友達のゆかさんがすごく詳しく風の時代についてお話ししてくれるビデオがあるので、ちょっとリンク貼っときますね。勝手にちょっとおすすめします。私もその動画見て、あーなるほどって思って、はい、もうついにユミネムの時代来たじゃんって思うぐらい、はい、そんな時代になっていきます。で、今まで生き方っていう なんか生きるのが辛かった人とか多いと思うんですよ。特にこのチャンネルを見続けてくれてる人、夢眠と似てる部分があるかなと思うから、生きづらかった部分もあるけど、でも本当に今年2021年からそうだ2020年じゃなかった2021年から新しい時代になるから、どんどん心の時代というか、目に見えないものの時代っていうんですかね。例えば風の時代は人脈がすごい大事になってきますよとか、情報を持ってる人がすごいよとか、経験してきた人がまあなんか成功したりとか、成功って言ってもいろんなものがあると思うけど、生きやすくなるっていう時代が来るのかなと思います。好きなことやって好きに生きていくっていう時代が本格的に進んでいく時代になってくるんですよ。私、まあ仕事まだ始まってないですけど、一応決まって、どんな仕事かっていうと、もう自分を出せる仕事というか、テレビの番組作るっていう感じになると思うんですけど、そう、なんか自分を出していけて、で地元を盛り上げていけるような仕事かなって思ってて、で、あのちょっと前にもユミネム動画内で言ってるんですけど、喋る仕事がしたいとかリポーターになりたいとか言ってるんですよ。そう、なんかそういうのがどんどん叶っていくかなって思って、叶わないってことは願ってないということなので、自分はどんな人生生きたいかな、どんなことが得意かな、どんなことが嫌いかなって言って、あ、将来はこうやって生きたいな、こういう仕事したいな、こういう人に囲まれたいなって願うんですよ。それをまあ願って、例えばノートに書くとか、私結構書くんですよ。結構書く。それがまあ気づいたら叶っていくっていう。で、この叶うスピードが2021年入ってから、風の時代になってからスピードがすごく速いんですよ。そういうところも、まあ、気づいてる人もいたりとかすると思うんで、うん、願っていきましょう。素直に願っていきましょう。あ、こうなりたいなって。本当、性別、年齢、経験一切関係ないから、一切関係ないんですよ。